ちは。イオシンソツルツネチャンネルのツルです。ツルです。最近は紫外線がめちゃくちゃ強いですね。強いです。暑くないですか？めちゃめちゃ暑いです、ね、汗かきそうです。紫外線対策はしてると思いますが、髪の毛も日焼けします。そんな髪の毛を補修するような、今日はトリートメントの正しいつけ方についてお話をしていきます。それでは動画をどうぞ。トリートメントの正しいつけ方ですけど、皆さんどんな感じで普段はお手入れされてますか？正しいつけ方によって結果は変わってくるので、今日は方法をお伝えしていきたいと思います。まずはじめになんですけど、ブラッシングが大事になってきます。ブラシは今日はこういったものを使っていきます。もう最近新しく出たブラシなんですけど、特徴的にはこの真ん中から鉱石入ってるんですけど、ここからマイナスイオンが出るようになってます。頭皮と髪の毛を改善するにはいいブラシです。実際これを使って頭皮と髪の毛をブラッシングをしていきます。まず頭皮は根元からブラッシングを軽く引き上げてください。ブラッシングすることによって血流促進と髪の毛の汚れが取れます。これは引っかかりを取るための目的でもあります。絡むのでこうガッてやるよりも無理なく毛先の方からほどいてあげてください。トリートメントをつける前の事前準備が大切になっていきます。髪の毛を濡らしてきます。濡らしてきました。まずはこういったタオルで水気をしっかりと取ってください。で、水気を取る時もバサバサ寄ってしまうとキューティクルが剥がれてまた荒れてしまうので、きれいにポンポンと拭くようにしていってください。水気が切れたら次はさっきのブラシですね。一緒のブラシで全体的にブラッシングしてきれいにしていきます。いつもこういうのやってますか？あんまりやらない。やらない。皆さんはどうですか？でブラッシングするとまた水気がすごい出てくるので、その水も軽く拭いてあげてください。私もここまで毎日は丁寧にできてないんですけど、ここまでできるとかなりトリートメントの付き具合とかかなりいいのでやってみてください。手にトリートメントを出しました。このぐらいです。だいたい3プッシュぐらい出しました。手をつけていきます。まず手のひらで伸ばしていただいてから毛先からつけていきます。なんで毛先からつけるんですか？なんでかっていうと、毛先が一番枝毛切れ毛が多い部分で一番補修をしたい部分じゃないですか。一番最初のダメージを補いたい部分からつけていきます。毛先十分についたなと思ったらどんどん上の方に上がってつけていってください。まあ、途中足りなくなったら足すとか全然いいと思います。追加でちょっと足します。今プラス3プッシュぐらいつけました。だいたいこの耳より下ぐらいからちょうどいいかなと思います。だいたいそのぐらいから痛み始めるので、ここぐらいからしっかり毛先まではつけてあげてもいいと思います。これ全体つけ終わりましたら、揉み込むようにキュッ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 と毛先までやっていきます。そうすると中に栄養もぐっと入ってくれるので、キュッ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 とやっていきます。できたらトリートメントは時間を置いていただきたいんですが、その置いてる時間も飲み込むっていう工程もいいかもしれないです。何分置いたらいいですか？3分から5分を目安に置いてください。で今みたいにこういう揉み方もいいんですけど、エスカルゴみたいにこうやってキュッて丸めていただいて、手の中でこうやって揉むっていうのもいいですね。今みたいに丸めてからキュッキュッてするのと、ただ単にまっすぐキュッキュッてするのじゃどこに効かせるのかが変わってきます。例えばまっすぐこうやってやった時は髪の中には入るんですけど外、つまりのり巻きに例えるとのりの内側のご飯の部分効いていきます。で丸めるとキューティクルが開きながら入ってくれるので、のり巻きの中のご飯の中のさらに中心の具の部分に入ってくれます。くるくるしてギュッギュッてやることも大切です。ポイントとしては絶対に優しくやってください。全体的に揉んだり置いたり終わったらもう一回ブラッシングを入れていきます。つける量のお話なんですが、
長さと毛量によって変わるとは思いますが、だいたいつねちゃんのこの髪の長さと毛量だと6プッシュはつけました。ロングの方だとだいたい3から6プッシュで、ミディアムの方だと2プッシュから4プッシュで、ショートの方は1プッシュでも十分かなと思います。ツヤツヤで綺麗になりますので、どうですか？めっちゃ綺麗です。これで流します。ワイヤーで仕上げまでできました。どうでしたか？触った感じとか、すごいしっとりしていつもより収まりがいいですね。毛根でもね、ないし、はい、ブラッシングするのとしないのとではだいぶここまで変わってくるんだなっていう重要性に気づかされたんで、うん、頑張ります。素晴らしいです。皆さんもぜひやってみてください。このトリートメントの推薦なんですけど、ヌメヌメが取れるぐらいまでは推薦してあげてください。トリートメントってこれだけ毎日丁寧に、ない方も多いかもしれないですけど、ケアって美容室でするよりもお家でのホームケアの方が毎日するじゃないですか。美容室だと多くても多分月に1回とかだと思うので、どれだけお家でのホームケア毎日することが大切かっていうのが肝になってくるので、毎日のケア頑張ってみてください。今日やってもらって、まあ、トリートメントつけるんですけど、そこからブラッシングをするしないで仕上がりっていうのはだいぶ変わってくるので、皆さんも一緒に美髪を目指して、ちょっと時間ある時だけでもいいんで、まずはそこから始めていきましょう。いかがでしたでしょうか？今日はトリートメントのつけ方についてお話をしていきました。今後もこういった身になるための情報を配信していくので、よかったらチャンネル登録して次回も楽しみに待っててください。バイバーイ。